今回で45回目となるライオンズのコーチキャンプ。初日の今日は歓迎セレモニーが行われ、メロンや牛肉など県の特産品が選手に手渡されました。キャンプには西口文也二軍監督のほか50人の選手が参加。ベテラン選手でホームラン王に6度輝いた中村剛也選手や、明徳義塾高校出身の岸純一郎選手らが柔軟体操で体を温めていました。またここに帰ってこれたなという気持ちでいっぱいです。ここから一人の選手、多くの選手をね、やっぱり一軍で活躍できる選手をね、まあ送り出したいなというふうに考えています。ライオンズ B 班の春季キャンプは高知市の春野球場で今月25日まで行われます。